提案をしてくれます。そんな複雑な作業を数分で解決してくれるのがユイクエリです。 AI が医療データ抽出を自動でサポートしてくれます。そしてそのプレゼンターはこの方です。はい、それではウォンチパークスタート。JAXA 発宇宙から AI で価値ある不動産を見つけるウェアです。皆さん、土地の仕入れという仕事はご存知でしょうか。ある研究とは、月の衛星データから AI でクレーターを解析するという研究でした。この技術を月からこの地球に応用できないかと思ったのがきっかけです。皆さん、はじめまして。エモル株式会社代表取締役の沢村直美と申します。私たちは想像で挑戦できる世界というビジョンを掲げ、1話3分のショートドラマ配信アプリバンプの運営を行っております。コンテンツのショート化、これは今あらゆる領域で起きているパラダイムシフトの一つです。バンプはリリースからわずか1年半で125万ダウンロードを突破しました。そして今月、私たちはさらに大きな挑戦を始めました。それはグローバル展開です。この時代と言われる今でもなお、ドラマや映画に挑戦できる枠はこんな一握りに限られています。私たちはバンプを通してより小さな予算で挑戦し、大きな収益を上げられる環境を構築していきます。想像で挑戦できる世界へ、その実現に向けバンプを世界に広げていきます。こんにちは、コムハムの西山です。私たちは生ごみを高速分解する技術を提供しています。この技術のベースは堆肥化と呼ばれている昔ながらのごみ処理方法で、燃やすよりも環境負荷もお金もかからない素晴らしい技術なんです。このコムハム、通常の堆肥化が数週間から数ヶ月かけて生ごみを分解するところ、最速1日で分解が完了します。小松菜の茎を何も添加しない液体とコムハムの濃縮液につけます。2日後までの経過です。右の方だけどんどん小松菜が見えなくなっているのが分かると思います。こんにちは、空船の宇治です。私たちは衛星データ解析技術を通して世界の国が抱える課題を解決するスタートアップです。私たちが提供する衛星データ解析プラットフォーム空船は、現在世界100カ国の技術者に利用されるプラットフォームになっています。仕組みはアルゴリズム開発をオンライン共有形式で行うというものです。私たちがデータを用意し、それをオープン化し、技術者がそれを使ってソリューションを作って私たちのプロダクトにアップロードしてくれます。裏ではアルゴリズムを評価するアルゴリズムが動いており、自動でそのアルゴリズムがどのくらい良かったのかを評価していき、上位に来たものに賞金を渡す形で我々がライセンスを全て買い取っていくという仕組みです。今まで1万9000以上のアルゴリズムを買い取ってきました。それが我々が提供する AI の、ソフトウェアに組み込まれていくという仕組みです。資源 AI というソフトウェアです。政府向けのサービスなので一般公開はしていません。衛星だけじゃなくて世界銀行とかから取得した鉱物の採掘データ等も学習しております。予告通り走って登場いただきました。皆さん、拍手でお迎えください。ロボットの気持ちになります。空気のように物流システム、ネラトスロボティクスの発表を始めます。弊社は東京大学発の米国物流ロボティクススタートアップです。創業3期目、ナスダック上場を目指しています。昨今の EC 配送需要の拡大に伴う市場規模
年 20% で成長しています。一方、裏側の倉庫の現場、どのようになっているでしょうか。むむ、こちらの作業員、必死になって商品を探し回っているようですね。1回の出荷に約4分の時間をかけていました。では、レナトスを活用すると、この時間、どれだけ圧縮されるでしょうか。デモをお見せします。お、こちらの女性、レギンスパンツを注文しましたね。注文データが転送されます。出荷作業開始。このように注文が入りますと、商品の入ったコンテナをロボットが運搬します。そして、このロボットがコンテナを昇降機に記載します。昇降機はこのコンテナを受け取り、1階の作業員のいるステーションに運搬します。ここで作業が行われます。次に流れてきた商品の中から、商品をピックし、ハンディで検品。そして最後に段ボールへ梱包します。作業はたったこれだけです。前半は自動倉庫が処理を行うので、作業員の所要時間は0秒でした。後半は12秒。私たちのタイムはさらに拡大します。ニーズが大きいことは分かった。しかし、私たちはこの事業でユニコーンになれるのでしょうか。この問いを明らかにするため、先行プレイヤーの時価総額を参照します。エグゾテック、時価総額3000億、PSR20 倍。シンボティック、時価総額 3.3 兆円、PSR37 倍をつけています。PSR30 倍前後の場合、売上50億円でユニコーン。私たちは倉庫を5軒建てるだけでユニコーンになることができるのです。ユニコーンは通過点にすぎません。そんなレナトスの未来の話をしましょう。完全無人倉庫を実現したい。これが私たちの次なるミッションです。唯一残されたこのピッキングの手作業、自動化が可能です。現在こちらのピッキングアームの研究開発に取り組んでいます。たった12秒の作業を0秒へ。私たちは限界に挑戦します。ローンチパッド新製品による上位5社の発表です。第5位。はい、ありがとうございます。なんかすごいこう宇宙からこう AI でこう不動産業界を変えたいと思ってやってるサービスでこのような賞をいただきまして本当に嬉しく思っております。また今後とも皆さん応援していただけると嬉しいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 A モールです。沢村さん、ご登壇ください。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん、このすごいレベルの高いピッチの中で、4位に入れてすごく嬉しく思ってます。ちょっと本当に、優勝を目指していたので悔しい思いもありつつ、今日はこの熱気の中でピッチさせていただけてすごく楽しかったです。これから本当ショートドラマ史上全体が盛り上がってきて、いろんなプレイヤー参加してくると思うんですけど、トップランナーで走り続けて、IBS の皆さん、今日審査いただいた皆さんにとっての誇りになれるようなサービスに成長できるように頑張っていけたらと思うので、引き続き応援よろしくお願いいたします。おめでとうございます。コムハムです。おめでとうございます。結構いろんなイベントとアクセラこれまで参加させていただいたんですけど、一番ストレスのかかるイベントでした。ただそれだけ主催者の方たちがもう本当に子役になったんじゃないかってくらいいろいろサポートいただいてブラッシュアップさせていただいて、本当になかなかこんな機会いただけないなと思って、貴重な機会いただけたと思ってます。今後ファイナンスも今年進める予定でもありますし、どんどん組織も大きくしていくつもりですので、もしご興味ある方いらっしゃったらこの後でもお話しさせていただけたら幸いです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ソラフネです。おめでとうございます。ウエチさん、ご登壇ください。僕に入れなかった人はアフリカの鉱山連れてきます。実際に現場見てもらってどれぐらい重要かっていうこと。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。来ました、レナトスです。安藤さん、再び走ってお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。そして、京都国際賞、これはただの紙ではなくて1000万円のキャッシュプライズです。おめでとうございます。安藤さん、誠におめでとうございます。心からお喜びを申し上げます。圧倒的なピッキング効率と格納効率を実現する大規模かつ超高密度な自動走行システムでしたっけ。いや、私も国土交通省におりましたので、親和性があるといって私が選んだわけじゃないんですけれども、今我が国が抱えている最大の課題は何といっても人口減少、少子高齢化に伴う人手不足で、それを圧倒的な力で解決する自動走行システム、素晴らしいシステムです。京都国際賞はこのビジネスモデルを実現するために、資金援助もするんですが、資金だけじゃなくて伴走支援もしてまいります。また一緒に仕事したいと思いますので、おめでとうございます。どうも皆様ありがとうございました。じゃあ安藤さんからも一言コメントいただけるかと思います。ありがとうございます。レナスロボティクスの安藤です。改めて、このような素敵な賞をいただきましてありがとうございました。この報告を、まず誰にしようかって思った時に、我々まずはやっぱりエンジニアのチームに報告をしたいなというふうに思ってます。先ほど泥臭いところがないというふうにおっしゃっていただいたんですけども、まさに我々本当に泥臭い事業をやってまして、ソフトウェアだけだと完結するものが、ハードウェアが絡むことによってシミュレーションでは8割9割できたねってなったのが、実際ハードウェアにしてみるとまだ2割しかできないじゃんみたいなことって本当に懐かしい、ありがとうございますっていうのが本当に多くて、もう今もいろんなバグ対応とかエンジニアのチームはやってると思います。そんな中で僕たち、エンジニアの人たちがその開発に集中できるような環境を作る、これが私たちの使命だというふうに思ってて、今回それは、この IBS では何をすべきか、優勝を目指すべきだで、そこで大きなその成果を出して、でそこで資金調達を続けていく、これが私たちの、やるべきことだというふうに覚悟を決めて今日臨んできたので、それが今日達成できたことが本当に嬉しいです。はい、なんでエンジニアの皆さんに早く報告したいです。はい、以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、写真撮影の時間に参りたいと思います。はい、ローンチパッド直後のインタビューということでお疲れ様でした。ちょっと非常に緊張感のあるステージだったと思うんですけれども、お一人ずつ一言だけコメントいただけると嬉しいです。お名前と社名とコメントで、はい、お願いします。はい、いいですか。株式会社コムハムの西山と申します。結構準備大変だったんですけど、やりきってよかったなと思ってます。すごい主催者の人たちもスタートアップと同じだけの熱量でやってるので、それに応えないとなみたいなところが大きかったんですけど、受賞できてよかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。入賞できてよかったです。まずこの場を、作ってくださった皆さんに本当に感謝しています。今回は本当にプレゼンの準備とか大変だったんですけども、人事を尽くせたところで、入賞できて、最後は良かったなと思います。ありがとうございます。エモル株式会社の沢村と申します。一応3分のショートドラマをやっております。ちょっと結果入賞できて嬉しいんですけど、4位ということでめちゃくちゃ悔しいんですけど、でもこの大舞台で登壇してピッチできてすごく楽しかったですし、結構ここで興味持ってもらえる人もいるかなと思うので、これをまた一つのステップにして事業成長させられるように頑張っていけたらなと思ってます。ありがとうございます。はい、それではお三方本当にお疲れ様でした。おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、準備に関しては相当しました。もう何も見なくてもスクリプトが言えるくらいには準備はしてました。それぐらいこの IBS のコンパクトにかけているということですね。皆さんはなんでスタートアップを選んだというか、なんでスタートアップなのかというと、ユニコーンという言葉もありましたけど、日本のそのスタートアップ
まあ、国もすごい支援というか、今後聞いてますけど、はい、改めて今の貫通というのはどういうふうになるんですか？なぜスタートアップかという質問に関しては、やはり一番自分たちが実現したい未来を、まあ、実現するために、まあ、一番最適な手段であるかというふうに思います。やっぱりこれは本当に、まあ、大変ですけど、当然リソースがないので資金を集めたりとか人を集めたりとかゼロから大変ですけど、だからこそ自分たちで描くべき未来というのを自由に、うん、自分で責任を持ってやっていけるというところがこれはスタートアップだと思いますし、まあ、そこを私たちはスタートアップやる理由を感じています。まあ、本当にこういった IBS をはじめいろんなこうスタートアップに注目されるような環境というのは本当にものすごく整ってきたかなというふうに思っています。まあ、当然米国と日本で比べて、まあ、そこの差というのはまだまだあると思うんですけど、まあ、我々日本人として生まれた身としてはやっぱりこの日本のスタートアップに変えないと思いますし、まあ、そういった気持ちで、まあ、僕は本当に一スタートアップの人間ではありますが、まあ、本当にスタートアップ の、 その自家総額を上げるというのにとどまらず、もっとスタートアップ全体を盛り上げられるような役割になりたいなと思っているので、そういった面で、まあ、スタートアップを盛り上げていきたいなと思っています。はい、一昔前までで言うと、ハードウェアが関わるようなスタートアップって、はい、かなりその難易度が高いみたいな話であったと思うんですので、そこに、まあ、あえて挑戦されたこのタイミングで、はい、チャレンジされるその背景、意図みたいなところを改めてちょっとお伺いしていただきたいと思います。ありがとうございます。私たち実はこのレナプスロボティクス創業3期目なんですが、はい、それより前から東大発の AI ロボティクスベンチャーということで3年ぐらい自作の開発をやってました。で、もともとロボティクスっていうのを決めてたわけではなくて、世の中にある全ての事業シーズンの中から最もインパクトがある事業を探して、それを技術で解決する、うん、これをやりたいというふうに思ってまして、で3年ぐらいその事業化しそうなものいくつかあったんですけど、あえてそれを僕たちは着手せずに本当に大きな事業ができるまで我慢してきた背景があります。で、21年の秋頃に、今日ピッチの最後にお話しさせていただいたんですが、小野田の鈴木社長と、まあ、お会いさせていただきました。で、小野田の鈴木社長が、まあ、今後大きな自動倉庫を作るという中で、世の中に本当に理想の自動倉庫がないということで、もう本当にゼロからそのものを作る、これはもう本当に大きなものだし市場も大きいでっていうような話もすごくいただいて、僕たちもすごい分析をして、まあ、これは技術的にもできるし、市場にも本当に大きなインパクトを与えられるという確信を得たので、ここで創業したっていうのが3年前だったんです。まあ、そういった背景があって、このロボットに行き着いたっていう、そういった経緯になります。では、IBS2024 ローンチパッド、優勝の、レナトスロボティクス安藤さんにお越しいただいております。まずはプレゼンテーションお疲れ様でした。ありがとうございます。率直に1位のこう今のご感想というかお気持ちについてお伺いできますか？はい、ありがとうございます。まず嬉しいという気持ちが一つと、これを早くエンジニアのチームに報告したいというところになります。はい、ありがとうございます。ちなみにこうプレゼンテーションのされてらっしゃる途中とかって、はい、なんかどういう気持ちでとかどういうこう心境だったのかぜひ教えていただきたいんですけれども。そうですね、いろんな気持ちが入り混じっていました。例えば優勝したいっていうのが一つあったので、どうしたらこう評価してもらえるかっていうのは当然一つ前提としてはありました。でこれが一つで、あとはオーディエンスの方がいっぱいいましたし、今回の IBS、勝手に僕が解釈してるところですと、やっぱビジネスの場っていうところもありますけど、この場を楽しむっていうのがこの IBS さん の、 その、おっしゃってはないかもしれないですけど一つの設計にはなっているかなっていうふうに思っていて、なんでその、僕は何をするかって、オーディエンスの人たちに楽しんでもらうっていう役割を果たしたいなっていうふうにこうで出た時に出場した時に出場っていうのはその舞台に出た時にいろんなオーディエンスさんの眼差しを見てを感じたので、ちょっとここをやっていきたいというふうに思って楽しませるプレゼンというのを意識しました。はい、安藤さんにとってこう IBS もしくはローンチパッドというのがなんかどんなものなのか、ぜひ再コメントをいただければと思います。ありがとうございます。そうですね、僕が感じている、IBS は、本当になんていうんですかね、これ自体が本当に生きがいだと感じている人も言っていると思うんですね。当然そのビジネスの場でここで事業を伸ばしていこうと思ってきている人もいると思うんですけど、そうでない
純粋にこの場を楽しみにしてきている人もいると思っていて、だからこそ京都で開催されているというところもあると思ってまして、まあ、そこに対して僕ももっと盛り上げられればというふうに思ってますし、今回IBS さんのまあイベント、まあ、サイドイベント300個あるというふうに話は聞いてますが、僕も6月の終わりにサイドイベントのそのどこに行こうかっていうのをみんなで考えるサイドイベントのサイドイベントみたいなのを企画したんですね。でこれはやっぱり何をしたかったかっていうと、やっぱり運営の方々がこう分散型でこの IBS を盛り上げたいっていうまあところを明確におっしゃっていて、そこに対して僕たちこうなんていうか中心からちょっと外れた人たちがそれをまあ応答するっていうところでまあやっていくっていうのがまあ本当に生まれていて、それに対してさらにそれをもっと活性化させるにはどうしたらいいかって考えたときにこのイベントの企画が頭に浮かんだのでやったっていうのもあったんですけど、まあ、そういった形で本当に運営の方々相当こう苦労されてやられてると思ってて、まあ、そこに対して本当にリスペクトある上で、じゃあどうしたら私たちはこの IBS をもっと盛り上げられるかっていう立場で、考えていて、まあ、そういった形で今後も IBS さんとお付き合いできたらと思います。はい、ありがとうございます。いや本当に優勝おめでとうございました。お疲れのところありがとうございます。それでは、はい、以上になります。ありがとうございます。